ベンゲット州、ベンゲット州は、フィリピン北ブルソン島にある、コルビリエラ行政地域に属する州である。北に、マウンテン州、東に、イフガオ州、カガヤンバレー地方のヌエバビスカヤ州、南に、イロコス地方のパンガシナン州、西に、ラウニョン州、北西に、イロコスする州と接する内陸州である。1966年6月18日、ベンゲット州は、 イロコス地方の一つとなり、1987年7月15日に、カーが確立され、ベンゲット州は以来この地域の一つとなった。面積は2655.4平方キロメートル、人口は582,515人で、カー内では最も多い州である。最大の都市は、バギオであるが、州から独立した都市で、州とは、地方自治体の一つ、 ラトリニダードである。アグの川上流にアンブクラオダムとビンガダムが建設されて発電された電気はマニラに送電されている。ベンゲット州は1000メートルから2000メートルの高地にあり、首都マニラよりも気温が摂氏10度ほど低く、7月から8月にかけても気温が摂氏25度以上になることが少なく過ごしやすい。1から3月でも ラトリニダードにおいて日中は15摂氏20度、夜間は10摂氏13度、2000メートルの高地に至ってはさらに低くなるが降雪は見られない。6月から11月が雨季、12月から5月までが寒季。いちご売り。ありがとうございます。